はい、今回はですね、ベッドの上に寝る場合と、あるいは床にですね、畳とかね、あるいはカーペットの床に布団を敷いて寝る場合の、メリット、デメリットについてお話していきたいと思います。はい、まず先にですね、誰がね、どのような立場でね、このような話をするのかっていうのもありますので、もう簡単なご紹介だけさせていただきます。私はですね、北海道の札幌市で、布団のヨネタというですね、布団寝具の、小売店を経営しております。またですね、ピローアドバイザーですとか、あるいはスリープアドバイザーというね、立場で、日々ね、こう現場で、まあ、お客さんのね、こうアドバイスをしたり、あるいはね、逆にお客様からね、いろいろとこう勉強させていただいて、そういうね、知識と経験から、今回のお話をさせていただいております。はい、それではですね、このベッドで寝るっていうのと床で寝るって、ね、どっちがいいのと、あるいはどのようなメリットデメリットが あるのということについて、今日はねお伝えしていきたいと思います。まずですね、お客様からねよく質問されるのが、ベッドで寝るのとね床で寝るのね、どっちがいいのというふうに、まあ、聞かれること多いんですが、これはねどちらがいいとはねちょっと言えないんですよね。というのはね、どちらもね、メリットとデメリットというものがあるからです。ベッドにね、まあ、それぞれがメリット、デメリットありまして、ちなみにベッドにとってメリットと言われるものは、だいたい床で寝る場合のデメリットになります。あるいはね、床で寝るときが方がね、こういうメリットありますよってことは、ベッドにとってはそれがデメリットというふうになるんですね。はい、でまずですね、じゃあどういう部分があるかと、まず一つ目なんですが、やっぱり、ね、場所の問題ですね、スペースの問題です。やっぱりね、そのお宅によって、ベッドをね、ベッドを置くってことはその場所をね、固定で占領してしまいますので、ベッドを置くっていうのは、メリットとしてはね、楽な面がありますよね。疲れたらすぐベッドに転がれるという楽な面もありますし、ただね、そのスペースは取ってしまいますよと。まあ、逆にですね、畳とか、カーペットの上に、普段ね、布団を敷くという方はですね、一回一回ね、そういう手間はかかるっていうデメリットはありますし、ただね、布団を片付けるとその部屋をね、広くね、日中有効に使えるという、まあ、いい面もあると思うんですね。ですので、そのまず場所、スペースを、それぞれのメリット、デメリットがあるということです。はい、続いて2つ目なんですが、湿気とか冷気についてですね、床に近いほどですね、お部屋の中もね、湿気とか、あるいは、ね、冷たいこう風、冷気が、ね、あると思うんですね。ですから、暖かくね、少しでも寝ようと思ったら、床よりもね、ちょっと高いところの方が、要は気温がちょっと高いということですよね。ですので、もしね、暖かく寝るんだったら、ベッドの方が少しでも暖かいと思いますし、床に近いほどね、その冷気の、まあ、ちょっと冷たさというかね、若干気温がね、変わってく、室温が変わってくるのかなという面があります。はい、続いて、3つ目なんですが、掛け布団ね、場合によってはなんですが、掛け布団の重さがちょっと変わってくるかなと思います。はい、このようにですね、ベッドの場合ですと、ね、体が入ってこう布団をかけた場合に、やっぱり、ね、こういう垂れ下がりの部分があります。で特にね、シングルのベッドで、ちょっとね、動くと隙間できるのが嫌だってことで、セミダブルのね、布団とかをかけてる方も結構いらっしゃるんですけど、そういう方ほどね、この、ね、ベッドからはみ出て垂れ下がる部分がね、大きくなればなるほど、あるいは布団が、まあ、羽毛よりもね、綿だとか羊毛だとか、ちょっと重めになればなるほど、この垂れ下がりの部分がね、体をちょっと押し付けるというか、まあ、その部分はちょっとね、若干ですがデメリットになるのかなと。まあ、床にそのまま敷いてあった方が楽じゃないかなというふうに思います。はい、4つ目なんですが、4つ目はですね、ほこりについてですね、まあね、部屋に
こう空中にね浮いてるほこりが、あると思うんですけど、例えば歩いたりした時にですね、床のほこりがちょっと立ったりするとか考えた場合に、ベッドの高い位置の方がね、そういうほこりっていうのはねちょっと吸いづらいかなと思うんですね。わずかだとは思うんですけど、床に引いててね、床で寝てる人ほどちょっと、ね、人が歩いたりすると、ね、やっぱほこりがちょっと立ちやすいという面ではね、ベッドの方がそういうほこりとかね吸いにくい面もあるかなというふうに思います。はい、5つ目なんですが、乳幼児とかね、赤ちゃんとかね、まだ幼い子供と寝る場合は、床の方がメリットはやっぱあるかなと思いますね。どうしてもベッドだとね落ちてしまうっていう、そういうね、特にねちっちゃい子はもう寝相が悪いので、ベッドから転がり落ちるということもありえますので、そういう面から見ると、小さいお子さんほどね、床に布団を敷いて寝る方が、やっぱり安心かな、安心安全かなというふうに思います。はい、最後、6つ目なんですが、6つ目はですね、足腰の痛い方にはベッドの方がやっぱりいいかなと思います。やっぱりね床に寝るってことはね、一回一回こうぐーっと起きたりですね、立ち上がったりとか、それなりに負担がかかりますので、足腰痛い方はねベッドの方がね、そのままゴロンと転がったりね、起きた後も立ち上がりやすいかなというふうに思います。はい、ということでですね、このね一番はねやっぱり場所スペースのね問題がまず大きいんじゃないかなと思うんですが、もしね大人の方がですね、特にねご高齢の方ほど、もしねどっちでも床で、ね、寝る場合もベッドもどちらも対応できるよというんであればですね、ベッドというものを使われた方がですね、いいのかなと思います。ただねそのベッド自体もね、その上にねスプリングのマットを敷く、あるいは、そこに布団を敷くというのはね、これ個人によってそれぞれ好みがありますので、そこで選んでいただければなと思いますが、もしね床に敷く、あるいはベッドに敷く、それぞれねメリットデメリットがまずねありますよということをね、今回ねご理解いただければなというふうに思います。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。